です、今回はちょっと富士ショートを走る前に頼んでたねメガライフバッテリー届きました。シーズン前の11月ぐらいに間に合うように頼んだんですけど、夏ぐらいに。今2月ですあんまりこういうこと言いたくはないんですけど、結構ね納期これぐらいですっていうのは結構担当者の方とメールはしてたんですけど、結構遅れてま届いたんで、あの巷ではねメガ納期バッテリーなんて言われて噂されてますけど、まあちょっといろいろね、まあ多分あったんじゃないかなっていう、いろいろまあ大人の事情がありますんでね、まあ無事に来ましたんで、まあ全然問題ないです。で、今回買ったのが MR19L、19サイズっていうのかな、いわゆるスペシーとかと一緒で、今こんだけ大きいのついてるんですけど全然違うっしょこれ、ほら全然違う。で重さもね 3.5 キロぐらいらしいんですよ。なんでこんな感じで、であそうそう、スーパーレーシングって言って、普通のやつだとここにねこのボタンがあって、これ今ないんですけど、あのバッテリー上がり対策で完全にメインとサブバッテリーが分離してて、メインが上がった時にサブでこうスイッチを押すとバッテリー上がりでも助けてくれますよって1回は。で普通に走行すると、まあ、リチウムで低抵抗なんで、もう普通に1時間もしないんで多分バッテリー満充電になると思います。普通のやつよりやっぱりね全然低抵抗で充電も早いし、であのね放電が普通の鉛バッテリーに比べて全く違うんで、まあ大体年間で 1% ぐらいって言われてます。普通のやつはまあ 10% とかね、で放電自己放電するんですけど、そういうのがやっぱリチウムの利点で、メガライフって名前の通り、まあ、普通の鉛の何倍だろうね、3、4倍ぐらい持つんじゃないですかねぐらい、まあ、5年10年って言われてます。まあ、ちょっとね値段も6万ぐらいはするんですけど、まあ初期投資というか長い目で見ればこんだけ軽い、手軽に軽いものを買えるっていうので、まあかなりいいんじゃないかなと思います。うん、そんなもんかな。で86とかはちょっと性格わかんないですけど、知らないですけど、もしかここのねプラグのところが細いんですよ。だけど VAB 用にこういう太いのも付属でついてまして、多分 86BRZ なんかはもしかしたらこういうねカマさんのジェックはもしかしたらそのままいけるかもしれないですけど、 VAB なんかこういうの変換アダプターを入れて挟むようになると思います。はい、あと気になる重さをちょっと測ります。じゃあちょっと測ってみます。今一応ゼロになってますね。でバネ測りをね買おうと思ってたんですけど、デジタルのやつが今あったんでそれを買ってみました。おお、3.45。おお、これ公式では正式に言ってるのは 3.7 キロで言ってますんで、嘘ついてますね、いい方向にまあ、あとはこれがちょっとアストロのね、まあアストロじゃねえ、モノタロかの、まあちょっと安いやつなんで、どこまで正確かって言われるとちょっとあれなんですけど、 3.45 という数字を叩き出しました。はい、ちょっとじゃあ交換して純正も測ってみます。0 3.45、 うんでこちらのスペシー用のサイズにすると、ここの純正のトレーとこのホルダーが使えないんで、このスペシー用のねこの上のホルダー、これ純正品番号ホルダーです。でこっちがバッテリーのトレーです。はい、
ゃあ純正のバッテリーの重さ測るんで、ちょっとね引っ掛けるのがないんで 0.25 です。バッグがで、バッグに入れて、なんか汚くなりそうだな、これ裏が。重い、破けちゃうかも、バッグが。うわっ、これ 0.25 リセット、よいしょ。おお、 15.3 キロ。ってことは 3.45 なんで 11.9 いくつか、85、まあほぼ12キロ。12キロね、フロントノーズの軽量化って、これ多分だいぶ効きますよ。多分踏ん切りできなかったのこれだな、俺つくばの。違うか。いやすごいよこれ、すごいっすね。いや楽しみです。はいはい。で、トレーを、これを乗っけて、どっち向き、こうか。で、こうか。これでじゃあエンジンかかるかやってみましょう。多分クランキングの強さ、電圧強いんで全然違うと思うんで。感じはある気がします。